今日を迎えられまして、まずこれまでのレースを振り返りたいと思いますけども、前傾から本当に坂を大きく幅広く動かせてここまで頑張ってこられましたけども、足的には正直苦しかったんですよね、初日から。まあ、初日だけで2日目からは、まあ、中の上でバランス取り返しになったので、あとはもう、まあ、展開さえあればと思ってました。はい、その日によってそのペラ足の顔色が変わってくるともおっしゃってて、非常に一日一日慎重にペラの作業をされてましたけども、優勝戦に向けてはどんな感じで入られたんでしょうか。まあ、プロペラ微調整したんですけど、今日も多分一番良かったと思います。今日も一番良かった。さあ、迎える優勝戦を振り返りたいと思いますが、まあ、スタート前時では松井選手がインコースまで入ってきました。そのあたりお気持ち的にはどうだったんでしょうか。まあ、本番も来るなと思ってましたけど、はい、まあ、あとは、まあ、インコース取って深いところからスタート結果も心配でした。はい、もうそのあたりはどんなに深くなっても、 もうインコースを使用するという気持ちで、まあ、そうですね、行きましたか、はい、本番は。さあ、そしてスタートですけども、まあ、今節は比較的に掴んでいる、見えているというコメントも残されてましたけども、はい、優勝戦はいかがでしたか。まあ、スタートに関しては運があると思うので、もう最高のスタートできたと思います。こんな 1-2 でした。まあ、まあ、勝てたのでよかったです。はい、さあ、そして1番ですけども、冷静に回られました。まあ、2番がちょっと見えたので、ちょっと寄ったんですけど、今日はプロペラがバッチリマッチしてまして、はい、すごい帰ってきました。そのあたりはもうご自身でも信頼を得てしっかりと1マークは生まれた感じだったでしょうか。そうですね、まあ、昨日とおとついちょっとプロペラ調整外してたので、はい、今日はバッチリです。はい、しっかりと縦をシャットアウトして臨戦を仕切りましたよね。はい、その後はもう独走態勢。まあ、そうですね、はい、はい、こうどうでしょうか、ゴールが近づくにつれて徐々に噛み締めてくるこの優勝、いかがでしたか、最後まで走られて。まあ、いつも結構、まあ、冷静じゃないのでがむしゃらに走ってました。最後までゴールを決めた瞬間はどうでした。もう3周にコーナー回ってからホッとしました。そうでしたか。しかし、昨年もう本当にメモリアルの1年になりまして、しっかりと年末のグランプリシリーズ SG を制覇されて、でこの2017年本当にリズムよく開けていけばいいなという昨年の